カリアンの祭りは、ザドク歴代7のホデシュの15日から7日間、行われる。ユダヤ歴によると、満月の日となる。一般には、太陽歴10月頃に行われる、ヤファウェの祭りである。カリアンの祭りは、杉越祭りと7州の祭りとともに、ユダヤ教三大祭りの一つ。カリアン祭、スコットとも言う。スーコートとは、ヘブライ語で、カリアンのこと。 ユダヤ人の祖先がエジプト脱出の時アラノで天幕に住んだことを記念し、祭りの際は木の枝で仮設の家を建てて住む。旧約聖書、レビキ23章34から43節に規定がある。イスラエルの人々に告げなさい。第7の月の15日からカリアン祭で7日間は主のものである。最初の日に、 聖なる集会を開き、どのような仕事もしてはならない。7日間、主への日による捧げ物を捧げなさい。8日目にも、また聖なる集会を開き、主への日による捧げ物を捧げて、終わりの集いとする。その日には、どのような仕事もしてはならない。これがあなた方が聖なる集会を召集すべきおもの、祭りである。それぞれの日に、思えの日による捧げ物として、 焼き尽くす池にへ、穀物の供え物、会食の池にへ、注ぎの供え物を捧げなければならない。これとは別に、主の安息日、また主に捧げる贈り物や、誓願の捧げ物や、自発の捧げ物などがある。なお、地の産物の収穫を終えた第七の月の十五日から七日間、主の祭りを祝わなければならない。最初の日に、完全な安息、 8日目にも完全な安息がなければならない。最初の日に飾りにする好み、夏目足の葉、茂った枝と川沿いのポプラの枝を取り揃えて、7日間、あなた方の神、主の前で喜び祝いなさい。年に7日間、あなた方はこれを、主の祭りとして、喜び祝いなさい。第7の月に、これを祝うことは、代々にわたって守るべきとこしへの起手である。七日間、 仮小屋で過ごさなければならない。イスラエルで生まれたものはすべて仮小屋で過ごしなさい。それは私がイスラエルの人々をエジプトの地から導き出したとき小屋に住まわせたことをあなた方の子孫が知るためである。私は主あなた方の神である。デビキ23章34から43節日本聖書教会共同約聖書より引用。聖書では ザドク歴代7ホデッシュの15日から7日間行われる。祭りが最も盛大に行われるのは8日目の清めの集会である。ディアスポラではこの祭りは立法の祭りと複合して9日間になった。レビキには祭りは7日間であり8日目に集会を開いて犠牲を捧げるとある。初日と8日目は暗息日にあたり仕事をすることは禁じられる。 秋の収穫祭の側面も持つ。パレスチナ地方では秋は果物の収穫期であり、レビキ23章39節では、第7ホデシュの15日は農作物を収穫する時と言われる。レビキによれば、初日に、好み、夏目ヤシの葉、茂った木の枝、川柳の枝を取ってきて、喜び祝う。初日から7日間、皆、カリアンに住む。また毎日、 焼き尽くす捧げ物が禁じられる。神殿破壊以後は、犠牲は行われていない。イエスの時代には、ヨハネによる、福音書7章37節から38節に、あるように、カリアン祭の期間中、毎日エルサレム神殿へ、市内の白アムの池から、黄金の器で水を汲んで運び、朝晩2回行われる犠牲の際、備え物と共に祭壇に水を注ぐ行事が行われた。 夏目屋子の葉、ミルトスの若枝三子、柳の枝二枝、シトロン一個を束にした、ルーラブを持って東西南北に振り回すことで神が全宇宙を支配していることを表した。祭りの終わりの大事な日にイエス渡ったまま大声で言われた。乾いている人は誰でも私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が語った通り、 その人の内から行ける水が川となって流れ出るようになる。ヨハネによる福音書7章37から38節日本聖書協会共同訳聖書より引用。現代のイスラエルにおいてもスコットの期間中は至るところでカリアンが設置されている。AB 新共同訳聖書辞典キリスト新聞社1997年。 ISBN 978から48億7395万2901日本聖書協会新共同約聖書スタディ版日本聖書協会2014年 ISBN 978から48億2021万3215ありがとうございます